どうもこんばんは。 LR チャンネル金曜日担当の鈴木翔次郎です。僕が今日紹介する映画はこちらです。ラストレター、岩井俊二監督による2020年の日本映画です。いまだに恋してるって言ったら驚きますかとか言われたら、もうそれだけで気持ち悪いじゃないですか。そんな気持ち悪い福山雅治さんを見れるっていうこの映画の良さ、最高ですよ。でその妹演じてる森七菜さんがもう最高に良くて、でまあその妹、森七菜さん演じてる妹は神木隆之介くんのこと好きなんだけど、神木隆之介くんはお姉ちゃんの広瀬すずさんのことが好きだからお姉ちゃんを紹介してしまうとか、その妹のなんか複雑な感じとか、で僕は本当にちょっと勉強不足というか、初めて森七菜さんを見てこの子何なんだと思ってびっくりするぐらいに、まあ、調べたらもちろんもういろんな作品も出られてる人なんですけど、こんなに何だろうな、映画の中ですごく新鮮な表情とあと新鮮な演技をしてるっていうのはすごい素晴らしい妹役をやってたなと思いました。まああと松たか子さんがすごいよくいいんですよね。主演のすごい軽いんですよ、あのいい意味で、あの重たくならない。お姉ちゃんが死んで暗くなるのかなと思ったけど、まあまあまあ、あのすごく軽やかに演じてて、それが素晴らしいですね。あの重くももちろんできたと思うんですけど、じゃなくて本当に軽やかに生きているユリという人物演じて、すごい良かったな。こっからがまた気持ち悪いんですけど、まあ、その音坂清志郎、現代の音坂清志郎、大人になった福山雅治さん演じてる音坂清志郎がその地元仙台に戻って、で当時の高校時代 その恋愛とかを思い出し、でその後大学で何があったとかっていう風にどんどんその自分のなんだろうな、40代のおじさんの、自分探しの旅になってくるんです、地元仙台で。でいろんなことを思い出したり、当時実はこういうことがあったんだっていう、その中でびっくりするぐらいの ゲストというか、ね、中山美穂さんと豊内さんが出てきて、まあね、ラブレターコンビですね、同じ岩井俊二さんの2人が、まあすごい三大役で出てきて、それによってまたその音坂清志郎っていう人の過去が見えてきたりして、それってもうどんどん深いところにおじさんが入ってくっていう、なんか気持ち悪いですね、やっぱストーリー。そのおじさんの自分探しっていうのも気持ち悪いし、そのおじさんと少女、だから自分言ったらもう音坂清志郎からしたら自分の好きだった人の子供なわけですよ、広瀬すずさんで、もう当時の、ね、お母さんもそっくりなわけだからっていう、その嫌な、ね、おじさんと少女っていう、なんかその時々ある気持ち悪い構図あるじゃないですか、なんかおじさんの作った映画に出てくるそのおじさんと少女みたいな、それが前回の。ただそのそれが前回っていうのを福山雅治さんが演じてるからすごくなんかいいなっていう、あの今までとは全然本当に違う、気持ち悪くて情けなくて、そんな気持ち悪い福山雅治さんを見れるっていうこの映画の良さ、最高です。今週は以上になります。また来週もよろしくお願いします。